はい、今回はですね、ループマスターズ社よりリリースされましたループクラウド5の解説を行っていきたいと思います。以前にですね、ループクラウド4の解説も行っていまして、あの時は無料のですねバージョンのみだったんですけども、今回ですね3つの有料プランも用意されていまして、クラウド機能だったりとかエフェクト機能ですね、さまざまな優秀なものが取り入れられています。このあたりですね、機能ごとにどう違うのかといった点を踏まえて、いろいろな新機能を紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。まずループクラウド5起動しますと、表示がですね、今までのバージョンと大きく異なっていることに気がつきます。これは現在販売、またはですね、無料で配布されている素材がランキング、新着順、ジャンルや楽器別で表示されています。この際、気になるパッケージを見つけましたら、パッケージをマウスオーバーします。このプレイボタンをクリックすると、パッケージ内のサウンドを使用したサンプルトラックを聞くことができます。波形部分をクリックして再生ポイントを指定できます。このストップボタンでサウンドを停止します。この i ボタンをクリックするとパッケージの中に入り、パッケージに含まれる各サウンドを確認できます。スペースで再生。もう一度スペースで停止となります。パッケージの中にはかなりたくさんのサンプルが用意されています。このような場合はドラム、パーカッション、ベースなどですね、求めているサウンドのタグをクリックすることで素早く目的のサウンドを探すことができます。このようにループクラウドには合計数百万のサンプル素材が用意されており、日々新たなサンプルが追加されているということです。このフリータグをクリックすると、無料でダウンロード使用できる素材のみを表示させることができます。ダウンロードできるサンプル数の上限は1日単位で管理されており、加入しているプランによってサンプル数が異なります。無料版では1日5つのサンプルまで、アーティストプランでは10サンプル、スタジオプランでは20サンプル、そしてプロフェッショナルプランでは50サンプルが1日の上限数となります。この上限数は翌日リセットされます。ここでの注意点として、有料プランに加入していた場合でもあくまでダウンロードできるのはこのフリーと記載があるサンプルのみです。その他のサンプルは別途ポイントで購入する必要がある点にご注意ください。このフリー素材の探し方は今のようにパッケージからフリータグを選択する、以前にループクラウド4でも解説しています楽器やジャンル別、キーやテンポを指定してループクラウド全体から探すこともできます。例えば楽器別、そしてドラムを選択します。このようにドラムタグが付けられて、様々なパッケージからドラムサンプルのみが検索されます。そしてもう一つ、この部分にフリーと打ちますとフリータグを付けることができます。ドラムかつフリーサンプルのみが表示されます。このようにスペースキーで視聴ができます。サンプルを聞いている際、鳥の鳴き声のようなサウンドが鳴っていますけども、これは不正使用を防ぐためのものになっており、ダウンロードや購入した際はもちろんこれは入りませんので、この点はご安心ください。気に入ったサンプルが見つかりましたら、この部分 Buy One ファイルをクリックします。これでサンプルの使用やエディットが可能になり、1日のファイルの上限数を1つ消費することになります。現在はループのキック素材を取り入れましたが、このワンショットを点灯させますと、このようにですね、ワンショット単発のキットのみを表示させることもできます。またこのように視聴していきまして、このフェイバリット、ハートアイコンをクリックして色付けしておきますと、この部分からフェイバリットが付いている素材のみを表示させることもできます。またサンプルを聞いていく中で有料のサンプルが欲しいというケースも出てくると思います。そのような時はポイントを使用してサンプルを購入できます。この右上 P アイコンをクリックします。このポイントから現在持っている正確なポイントを確認できます。このポイントが足りない、もしくは追加しておきたいといった場合は、この Buy More Points をクリックします。この部分から100、250、500と必要な分のポイントを購入することができます。このように初回のみ必要な情報を入れて、あとはクレジットカード、もしくは PayPal を利用して支払いを行います。そうしますと購入したポイントが即座に反映されます。あとは欲しいサンプルのポイント数を確認します。このサンプルですと2ポイントで購入できるということを表していますので、この Buy One ファイルをクリックします。これで購入の完了です。もちろんこれらが含まれるパッケージ全体を購入ということも可能です。このループクラウド、欲しいサウンドを単体で購入できるというところは非常に嬉しい機能かと思います。またこのポイントの特徴としまして、加入しているプランに応じて毎月ポイントがプレゼントされます。無料プランは残念ながらポイント追加はなし、アーティストプランは100ポイント、スタジオプランは300ポイント、
プロフェッショナルプランは600ポイントと、追加されたポイントでこれら素材購入することができますので、頻繁にサンプルを購入するという方にとっては有料プラン非常にお得かと思います。そしてループクラウドを使用していく中で購入したサンプルだけを確認したいという場合はこの右上 UR ライブラリーにアクセスします。購入したパッケージがフォルダーで表示されます。最近購入した素材はこのように New というタグがつくところも非常に気が利いていますね。これが今購入したサンプルです。それではサンプルを組み合わせてトラックを作っていきます。今回ループクラウド5の新機能としましてマルチトラック機能が追加されています。この機能、各トラックに対して異なるサンプルを配置することができます。このマルチトラック全8トラック用意されていますけども、無料プランのみ同時に使用できるのは2トラックとなっています。その他有料プランは最大の8トラックまで使用できます。トラック1は今のベース、2トラック目は先ほどのドラムフリーから探してみましょう。クリックするだけでこのようにですね、素材が配置されます。この時点で再生するとテンポも同期されますので簡単に組み合わせを確かめることができます。再生を行いながら次々に、切り替えていくこともできると。でこれに対してトラック3を使ってみましょう。3には先ほどのキックを当ててみます。非常に楽しく効率的にトラックを構築できます。各トラックにはボリュームとソロボタンが用意されています。再生しながら例えばキックのボリュームですね、少し下げたりとか、ベースだけをソロで確認、もう少し上げる、このような調整も簡単に行えます。配置した素材を削除したいといった場合は目的のトラックを右クリックしまして、このクリアトラックを選択します。これで指定したトラックが初期状態に戻ります。またこの削除を含めたエディットは Mac コマンド Z、Windows コントロール Z で一つ前に戻すことができますので、誤って消してしまった場合、もしくは選択したトラックを他の素材で上書きしてしまった場合なども簡単に元に戻すことができます。これら素材のエディット、キーに関してはループクラウド4の動画で詳細を解説していますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。そして次も新機能になります。各素材に対して FX エディット、エフェクトを適用できるようになりました。この機能に関しても無料プランは残念ながら使用ができません。その他3つの有料プランは使用可能という形です。例えばこのサンプルに対してエフェクトを適用してみます。対象のトラックを選択して FX エディットをクリックします。エフェクトのラックが表示されます。この右のプラスボタンをクリックしてエフェクトを追加します。オーソドックスなディレイ、リバーブ、フィルターなどに加えて特殊なピッチ系のエフェクトも備わっています。それではリバーブのルーム系を適用します。このように適用されます。これらパラメーターも非常にシンプルです。リバーブの音質、リバーブの深さ、そして部屋の広さ、これらを組み合わせてサウンドを作っていきます。エフェクトをバイパスしたい場合はこの電源をオフにします。これでオフ、そしてオン。もちろんですね、複数のエフェクトを追加することもできまして、例えばフィルターのダーク、こちらもシンプルです。リバーブを自然に効かせたいので低域をカットするハイパスフィルター、カット具合を決めていきます。オフの時、オンの時、このような形ですね。ドライブで歪み具合、レゾナンスで帯域の強調を行います。全体で聞いてみましょう。ボリュームを調整します。非常にシンプルで使いやすいんですけども、サウンドもしっかり整えることができます。それでは次にこのベースに対してピッチ系のエフェクトを適用してみます。トラックが選択されているのを確認して FX エディットをクリックします。ビニールストップ適用してみますね。エフェクトの効果としてはこのような有名なサウンドです。非常にシンプルです。ピッチ推移の速さを決めます。速いとこんな感じですぐに下がります。遅いとこのような効果ですね。ここで面白いのがこのエフェクトの効果の範囲を指定できると。これは先ほどのリバーブやフィルターも同様です。
目的のエフェクトをクリックしますと、このようにエフェクトがかかる範囲が表示されます。この部分をドラッグしますと、こんな感じで部分的にエフェクトを適用できます。これでこの部分のみにエフェクトが適用されることになります。このような形ですね。また複数の部分に対してエフェクトを適用したいという場合もあるかと思います。そういった時は Mac コマンド、Windows コントロールキーを押しながらこの範囲をドラッグします。そうしますとこのようにですね、エフェクトの効果を複製することができます。あとは同じような感じで設定すれば、このように自由自在にエディットが行えます。トラックができましたら、この状態を DAW に持っていくことができます。この部分のダウンロードをクリックします。上がオリジナル、手を加える前ですね。下がループクラウドを使用してエディットを行ったり、エフェクトを適用したりしたサウンド結果となります。それでは処理結果を持っていきます。この部分を DAW にドラッグ&ドロップするだけです。これで確認してみましょう。バッチリですね。今は各トラックの2ミックスが出力されていますけども、各トラックのファイルを個別に持っていきたいという場合は、トラックにソロを入れます。この状態でドラッグ&ドロップ。同じく2トラック目をソロにして、これをドラッグ&ドロップ。そして最後のトラックを持っていきます。この状態で確認してみますと、まずベース。そしてリズム。キック。といった形で個別に出力が行えます。次に、ループクラウド5の売りの機能として、ご自身のオリジナルサンプルをクラウド上に保存できるようになりました。常にパソコンの中にサンプルを入れておく必要や、外付けハードディスクを持ち運ぶ必要もなくなります。サンプルを保存できるファイル容量はプランによって異なります。無料プランは残念ながら使用ができません。アーティストプランは 5GB まで、スタジオプランは 50GB まで、プロフェッショナルプランは 250GB までとなっています。まずはループクラウド4の動画でも解説しているように、目的のサンプルが収められたフォルダを選択します。この Add Samples をクリックします。フォルダを指定して Open を選択します。そうしますとこのように Your Library にフォルダが追加されます。このアイコンがオリジナルサンプルのフォルダを表しています。追加したフォルダはすぐに解析が入り、キーやテンポなどの情報も自動的にタグ付けされます。サンプルの数や長さによって解析に時間がかかる場合があります。解析の進み具合はこの左下から確認できます。現在は2836のファイルがあり、解析が終わった数がここに表示されます。全ファイルの解析が終わるとこのようなメッセージが表示されます。クラウドにこのファイルをコピーするかと聞かれていますので、クラウドで使用したい場合はイエスを押します。そうしますとこの一番上ですね、クラウドストレージというものがありまして、この中にアップロードされていきます。このアップロードもファイルの数、長さによって時間がかかる場合があります。進行状況はこの左下から確認することができます。この部分が 100% になりましたら、ファイルのアップロードは完了です。内蔵のハードディスク、外付けハードディスクにこのファイルがなかったとしても、インターネット環境があれば、すぐにファイルにアクセス、ダウンロードして使用することができます。また自宅では、デスクトップのパソコンで制作を行って、外ではノートパソコンで制作を行うという方も多いかと思います。ループクラウド5は、同一アカウントで複数のパソコンから同じループクラウド環境へアクセス可能です。このパソコンの台数もプランによって異なります。無料プラン、アーティストプラン、スタジオプランは2台まで。プロフェッショナルプランのみ4台のパソコンからアクセス可能です。この右部分、現在サンプルをアップロードして何パーセントクラウドの容量を使用しているかということも確認できます。これが 100% になった場合、新しくファイルをアップロードすることができなくなります。そのような場合、必要がないファイルをクラウド上から削除できます。目的のファイルを右クリックして、Remove from Storage を選択します。これで指定したファイルが削除されて、クラウドの容量に空きができます。また、途中からクラウド上にファイルをアップロードしたいといった場合は、目的のフォルダを選択して、クラウドストレージにドラッグ&ドロップします。このような確認のメッセージが出ますので、OK を押します。このようにして、ストレージ上のファイルを削除したり、新たに追加することができます。そして今回、ループクラウド5のリリースと合わせて、2つの無料音源がリリースされています。1つはリズム音源、ループクラウドドラム。そしてもう一つは新鮮音源、ループクラウドプレイです。これら音源は、ループクラウド5とは別にインストールが必要です。この URL は記事の方に貼っておきます。このページにアクセスしますと、ドラムとプレイですね。ダウンロードリンクが配置されています。Windows は VST に対応。Mac の場合は VST に加えて AU 規格、Logic で使用することができます。音源をインストールしますと、このように、ループマスターズの中にドラムとプレイが表示されます。立ち上げてみましょう。このようにですね、シンプルな、
リズム音源となっていまして、優秀なパターン機能も内蔵されています。プリセットはこの部分からアクセスが行えます。そしてもう一つ、ループクラウドプレイですね。こちらはサンプル型のシンセサイザーになっています。プリセットの数、種類も豊富ですね。そしてこれら音源の特徴は、ループクラウドからプリセットを購入して追加できるという点です。このフォーマット部分クリックしますと、ドラムとプレイがありますので、これを選択します。様々な追加プリセットにアクセスできます。サウンドもですね、選択して視聴することができます。気に入った場合、購入といきたいんですけども、右部分パックオンリーと書いてあります。これは単体では購入できないということを表していますので、パックの方にアクセスします。この部分右クリックしまして、ショーインストアを選択します。このように3つのプリセットがセットで販売されています。購入する場合はこちらバイパックをクリックします。これで購入の完了です。あとは音源に戻りまして、このリロードボタンをクリックします。これでプリセット確認してみますと、購入したキットがしっかりと追加されています。初回のみですね、キットをダウンロードするために時間がかかりますが、2回目からの呼び出しは非常にスムーズです。これですぐに制作を行っていけるという流れとなります。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで、非常に魅力的な機能を用意されています。ダウンロード数やクラウドのですね、容量、それぞれのプラン異なりますので、ご自身に合うものを見つけて快適に使用いただけたらと思います。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。